ライブ自体はいつもライブであるんだけれども、気持ちとしては忘年会で。でも不思議ですね、年の瀬っていうのは、なんとなく年末っていうのは、なんか区切りをつけたいような、そんな気持ちになります。で年明けになるとね、結構がっくりするんですね。あ、もう年明けちゃった。またゼロ、また一から始まるんだ、みたいな感じで。年末はね、なんかここまで来たな、やっと、今年もやりきったなって気持ちで迎えるんですけども、すぐね、年明けですからね。まあでもそれが、時間の摂理ですからね。で、次女の次はですね、息子が出てきますよ、息子が。まだこの歌の頃は息子はですね、私から逃げることができたんですよね。今はもう私から逃げることができません。それでも私と今同じ部屋で息子は過ごしております。また親父から逃げることができた頃の今年の夏の歌です。でもなんかよろしくやってる感じですよ。息子もね。なんか親父と楽しいんじゃないですかね。親父あんまり細かいこと言わないから、ね、ベッドの上でお菓子散らかしててもね、オンラインゲームで騒いでてもね、全然親父は親父で好きなことやってますから、仲良くやっております。そんな息子との夏の思い出です。セカンドコロナブルー。親父からと息子の叫びが聞こえてくる。親父またコロナかよと嘆く家族の声が。コールセンター繋がらない、病院はどこも他を当たってくれ。新しい波が来たら途端にこの始末。本人はもちろん辛い、家族を巻き込まれるコロナにかかる。4畳半に隔離、便所使えば消毒、風呂は最後に。要件は全てショートメールで、洗濯物は袋に入れておいて。洗面所で思わず立ち会えば、口と鼻を押さえて息子が逃げ戻る。今はもう逃げられない。気持ちはわかるけれど、バイキン扱い。正直へこむ。重症化リスク認定、自主療養証明もらえない。対象外、ただでさえしんどいのに追い詰められる。そんならいっそ黙っていようか。本人はもちろん辛い、家族も巻き込まれるコロナにかかる。
こえてくる。親父またコロナかよと嘆く家族の声が。コールセンターつながらない、かかりつけ医まで他を当たってくれ。新しい波が来たら途端にこの始末。本人はもちろん辛い、家族も巻き込まれる。本人はもちろん辛い、家族も巻き込まれる。本人はもちろん辛い、家族も巻き込まれる。コロナにかかる時。やっていきたいと思います。